それではですね、今回はバイオハザード HD リマスターやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。では行きましょう、ロードゲーム。さあ、ということで前回は結構ね、いいところまで行ったんですがいやー、インクリボンが見つからずということで、クリボンなしで前々回のところから始まってるん決まっておりますなので、もう一回大水槽行ってサメを倒すところからって感じですかね。はい、はあ、そうか。まあ、ルートはね、もう分かってるんで、そのままもうちゃっちゃか行っちゃいましょう。まさか食らう。一個前のセーブデータってどっからになるんだ？ちなみに。それによってはね、そこからやって、まあ、ある程度のところまでね、まあ、ある程度のところまで進めて、まあ、やり直すっていうのもね、まあ、ありはありですよね。だっけ、ここはもうできるんだっけ。あべー、覚えてねー。こっちが3番で、こっちが4番とかじゃなかったっけ？違うな。おー、覚えてないぞ、ちょっと。これだよね、これ。が3、うん、オレンジが10、黄、緑が7。何だったんだっけ全然思い出せない。でも合ってると思うんだよな。これが3でしょ、で、そっとこれが7で、10がないから違った。こっちがじゃあ6で、こっちが マガジン、どうだ、これにマガジンあったんだっけ。これアイテムいっぱいになっちゃうなぁ。とりあえず先にじゃあ、地下、てかね、浴槽から行きますか。これ絶対一回食らうんだよな。で、箱を移動させないといけないですよね。
じゃあ箱を移動させるか先に。これも下から別行ってく来るからね。でこっちへ移動させる。クリボンないの辛いな。で時間空いちゃってるからさらにね、もう覚えてないっていうね、パスワードとかも。でハンドガンとかもいらないんでしまいます。ライターもいらないしまいます。これもいらないんでしまいます。ドアも使わないんでしまいます。でグレランは必要ね。組み合わせる組み合わせる。使っちゃおうか、こっちを。 OK、 これでまあ地下まで行けば OK。 薬の調合とか全く覚えていないんで薬の調合もね、おそらく全く覚えていないんで、また初めからやるような感じですね。とりあえずまず地下行って、あれ？違うな、先に薬作るんか。あれ？サメはもう倒してるってこと？ここのデータだとサメ倒したから、あそこの003番のあの鍵を取ったってことか。じゃあ待ってよ、先に薬を作んなきゃいけないっていうことで、薬を作るってことになると、まずあの扉のパスワードから思い出さなきゃいけない。あれの頻度ってさ、どこにあったんだっけ？あの雲のところだよね。じゃあここはもう用なしってことか。
ここに帰ってきます。ファイル開きます。実験ファイル赤が3、黄色が6、緑が7ね。3、6、7の組み合わせなんだけど、多分これが3なんだよ。違う。じゃあこっちが6で、こっちが7？違う。これが 6？ いや、これ3だったはず。3、4、6、3、4だ、3、4。赤と緑と黄色だったからな。ちょっとさ、見ていいかな、前回の動画。すごい卑怯だけど、ちょっと見ます。全然覚えてなかった。何回か多分やってるもんね、これね。何回かやってるけど一向に覚えていないな。バイオ。これかな。これでインクリボン見つかるまで終わりまてんやってたんだよね。アイテム置くところまで行って、この辺ぐらいくらいかな。一緒にやっていこう。はい、ボタン操作のところまで来ました。ほっ OK。 5、6、3。563でしたね。でこれ入ります。でこっから足し算ね。まずピンを取る。ちなみに前回の動画の26分ぐらいですね。今26分から27分ぐらいのところです。で調合も一緒にちょっとやろうって思ったんだけど、はい、向こうはい、水がいっぱいします。水いっぱい入れる。赤でしょ。で水と赤組み合わせる。黄色入れる。で水もいっぱい入れる。黄色と水、はい。でこれとこれ組み合わせ。違う、ちょっと待って、もう一回ちょっと一旦停止。さっきのとこに合ってるね。もう一回水取っておいて、2杯水があって、ナンバー3とナンバー6でしょ。で
これと組み合わせて、これとこれか、とこれ組み合わせてイエローと水で緑を作る。でそれを組み合わせるのか。オッケーオッケーオッケー。でこれとこれ組み合わせてブルーができてるので、最後赤をナンバー3を入れて、そうするとジョイボルトができるんで、でこれで時間まで行くと、前回の動画と全く、同じ進行でやっております。これずるいな。前回自分がやった行動を見れるってずるいな。こっち行っちゃう。こっちじゃない。はしごを下降りるんだから。こうですね。ここでさっきのところに地下に降りていくと。階段はしごを降りる。でこれは敵は出てこないんで、上登っていく。でかい扉入る。で外出て、サネがピチピチ。こうですね、扉入って。ここにいる薬を。そうすると42番が死滅するんで、瓶を捨てて帰ると。最悪ね、前回のところまでね行っときたいよね。何にも進捗なく終わってしまうからね。とにかく、まあ、あの鍵をね手に入れるので、それをねうまく、まあ、使っていくっていうのと、あとはハンターがね出てくるんで、それをね倒さないといけないっていうね、そこがちょっとやっぱり前回の反省点ですよね。ハンターがどこで出てくるかわからないんでね。あれ、まあ、グレーランが2つで一応
2発当てれば倒せるんでね。で戻ってきたので、こっちの部屋、ギャラリー戻って、ムービーは見る？ちなみに、そのムービーですね。今日最初だから見とくか、一応。で、銃が捕まる。バリが来る。何なんだこいつは。バリ。銃。で、バリが捕まる。はい、宝石で燃やして。倒したってことだね。もうダメかと思った。ああ。助かったわ。ありがとう。伊豆さんだ。だが、なんて化け物だ。一体ここはどうなってるんだ。で、これ鍵を取る。カブダの鍵。バリ。さっきの館もまだ気になってるんだが、俺はもう少しここに残る。もう一度手分けして調べよう。そうね。で、これ館に戻る。で、戻ろうとすると、もう一回ムービーで、ウェスカー。今度はウェスカーと。ジル、無事だったか。それはこっちのセリフよ。すまなかった。あの奇妙な化け物たちから身を守るのに忙しくて。そうなの。とにかく無事で何より。ところで、バリーの様子がおかしくなかったか。そう言われてみると確かに。気をつけるわ。この状況では無理もない。こんな不可解な任務は初めて。とにかくここを出ることを考えよう。そうね。あの館には鍵のかかってる場所はまだいくつか。手がかりを探しているんだが。分かった。何かあったら館に戻るわ。では頼んだぞ。まあ、鍵を持ってるってことはね、ここでは言わないっていうね。まあジルもね、こうやっぱり軍人というか、いくらね、上司だからといってこう簡単にね、情報をね、全て喋るわけではないということですね。で、装備は回復薬と、まあ、グレランがあれば大丈夫。ショットガンぐらいは持ってっとく。一応前回ショットガンは持ってってるんだよな。途中でもさ、アイテムをね、しまいに行かなきゃいけないっていうことが発生していたので、今回は一回そのまんま
ましょう。してエレベーターに乗ります。で、志村けん絶対食らうんだよなあそこ絶対食らうんだよな。倉庫というか物置小屋か。でこれアイテムあるのでとにかくこれを回収していきます。バッテリーパック、救急用スプレーで榴弾ですね。でバリーからの手紙と、あとは特にないのかな。あと嫌なドアを直しておいたぜっていうの、多分あそこの館の一方通行のとことかのことなのかなとは思うんですよね。でこれ結局さ取ってないんだよな。取らなくていいか。これはスターズの通信機。通信機まだ使えそうってやつね。まだ使えそうだわ。で問題はこの先よ。ここで入るとやつが来ます。じゃあ来るので一発二発 OK。 でここはスペンサーのここでしょ。でのはさっきのオブジェクトが置いてあるからか。そりゃあとでいいっしょ。でそうするととりあえず反対側に行きたいんだよね。このね2階のところとかさ、あとエレベーター使ったりとかさ、いろいろとしたいんだよね。じゃあアイテムボックスのとこ行くんだっけ。まずアイテムボックスのとこに行くと敵がとりあえずいるので、まずはそこを倒すところからかな。で行きます。ちょ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 、
で、2体にもいいのにだな。いた。これでなんとか大丈夫。食らったな。使っとこう。で、武器がないので、まあ、しゃがん持ってくるか。どっかにさ、なんか武器置いてってくれてるよね。ここじゃないんだっけ、アイテムのところ。あ、なんか前回これでマグナムを持ってったのか。マグナムか。マグナムを持ってったんだよ。そうだよそうだ。マグナムで行くか。だね、グレダンのねやつはねあったんだよ、どっかで。どっかでね、グレダンのさ弾はね補充できたんで。で、ここの上から攻めたんだよね。これは特にね、敵はね、いなかったはず。で、そうだ、ここ面倒くさいとかね、制限時間内に、銅像を移動させるとかっていうところだよね。奥まで押しておく。潰されることはないんでね、これね。この銅像が引っかかるんで。とりあえず戻って、こっち側にスイッチがあるんですよね。スイッチを押します。で、戻ります。ちょ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 。で、ここに来て間に合うか、間に合わないので一回戻ります。ここな、このさカメラの切り替えのところが超面倒くさいんだよな。こう来るでしょ、こう行くでしょ、こう入って、これで間に合って、いた、よし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 、オッケー。これでこの扉が開く。タガーナイフ、あ、でこれ穴だ、穴落ちていくやつだ。そうだそうだそうだ。なんだっけ、本がどっかあったんだっけ。まあ、とりあえず下降りる。で、本がある。最後の書状ね。イーグルオブサウス、ウルフオブノース、鷹は南に、狼は北にとですね。メダルがある、オオワシのメダル。変わったところはないと。
で、これね。もう、ジョージ誰が、俺の墓これじゃん、みたいな、やつ。スイッチが押しますか。さらに下に進んでいく道があります。でここまで来るとすごいなんか雲がいっぱいいる気持ち悪いところなんだよね。痛い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 。でバッテリーいい。じゃあショットガン乗ったのか。ポイズンになってる。そうね、地下のその食べ物のところみたいなところ出るんですよね。ポイズンまず直す。もったいないけどね。ダガーナイフ取る。レッド取っていく。これ弾なくなったな。弾がなくなったなって思うわけですよ。これやっちまったなって。でゲソフューズが切られてる。切り替える。電源が復旧する。さらにラクンシティのマークがついている。鍵開けた。とりあえず入る。これミスったかもしれないな。武器でここでエレベーターがあるけど乗らずに上行って、あそこのアイテムボックス行きてえなあ。あそこのアイテムボックス行きてえなあ。いやー、いけっかな。間に合うかな。いや、こっち乗るか。2人行っておくよね、これね。よし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 。危ねえ危ねえ。今死んだかと思った。でここにアイテムがあると。13弾。なんでショットガンの弾とあそこ取ったのか。弾取ります。でバッデリースタンガンのやつ。
そのバッテリーってさ、どこで使うんだっけ？エレベーターを動かすことができる。なんかどっかにあったよね、バッテリー入ってないエレベーターで。倒しとく。持てない。くこうだよな。どのが壊れていたのかな。いい。で、これで外に出ると。出ます。で、わしのところに行くだよね。で、わしの部屋に行って黄色いやつ取った時にそれをはめに行こうってなってまっすぐ行く、右行く、左行く、すぐ。すぐ行く、左行く、すぐ入って、早く入って。死ぬわ、危な。危ねえ、危ねえ。で、このはい、いる。榴弾なのか。うわあ、これは持ち物がいっぱい。こっちは確か。ちょっとまず、実験ね、実験の話が出る。逆に、だが、これだがないけどね。取って大きなやつ。で、電気消す。赤と黄色だったら多分黄色が先だよな。足を向けておいて、限界まで向けておいて、バレないように下を通って、はい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 、それから行き過ぎってやつか。はい、行き過ぎました。こっち向ける。
きな宝石通る。こっちの赤って何だったんだっけ。で、まあ弾的に榴弾は欲しいんで、ハーブちょっともったいないけど使って榴弾を取る。これで でまずアイテムボックスに行くので、そこがいいのか、アイテムボックスに行けばよかったのか。わーしくった。でここ下行くとアイテムボックスでしょ。まずアイテムボックスまでたどり着く。はあ、しんどいね。で、マグナムは OK、ショットガンも入れておく。で、バッテリーも嫌でいらないでしょ。で、今からこの黄色いやつをはめに行きますよっていうので。取ってくる会長。まあ、方法としては一緒ですね。黄色と青が揃ったってことだね。3色。さあ、こっからが本番でございます。ここまず下降ります。で、ここアイテムのところから出た時にハンターが来るので、そこをまず倒すっていうところですね。榴弾に変えます。さあ、ここからです、本番。ここからですね。ここで敵が来るんで倒します。 OK。 前回はね、ここでねやられたんでね。で、2体目が来る。ちょ、なんで聞いてないの。死にます。薬をください。あっねえ、死ぬとこだった。また調合したハーブでいい。救急用スプレー、調合したハーブでいくか。やばいな、弾がないな。榴弾一発ですね。その後は硫酸弾三発だったかな。ハンターは死んでる。まっすぐ行って右曲がって角左ね。ここから先が分かんねえんだよな。何がどこにいるのか。
ました、リュウさん。入団が終わりましたので。最初の角。OK。たどり着いた。黄色を使う。そうすると何これ、 MO ディスク。起動ディスクで、またくるくるくるって回ってる。とりあえずまあ1200ね。これ OK、 よし、とりあえず OK で、ここまで OK なんだけど、ここから先っすよ。空いてないとこと言ったら、あとはまあ反対側のあそこだよね、右側のホールのところですね。それぐらいなんだよな。あとはまあ2階はまだあれだから、あとは3階の一番奥っすね。1階から攻めていくか。ちょっと多分これじゃ武器が 100% 足んないんでね。ちょっとアイテムだけ整理していきましょう。で、この赤い宝石いつ使うかなんだよね。で、あとインクリボンなんですよ、問題は。問題はインクリボンなんですよ。これまだつかない気すんだよな。この辺もね、大足とかもいらないでしょ。ハーブを使っとこう。よし、行きます。とりあえず反対側ですね。いるんかい、危ない。そこいるんかい。倒した。よし、やつも倒した。で、食堂です。久しぶりの食堂。OK で、ホールに戻ってくると。さあ、インクリボン見つかるまで終わりませんですね。さあ、ここですね。
使って入ります。いきます。ちょっと残されたとこは3階のとこですね。この兜の掲げ、わあ開運だ。走り書きし日記違ったか。依然として状況は変わらない。私が遊びで作った部屋はこんな形で役に立つとは。ここなら少しの間彼らの目を盗んで隠れることができる。何しろこの絵の秘密は今日にも教えていないのだから。絵の中の洋館、美術館、美術室の奥。絵の中の洋館、美術室の奥。何もない。臓器のようなものが入っているってやつね。わあ、はい終了です。今日終了です。はい終了です。カン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 。試合終了です。お疲れ様でした。まさかこのような形で終了するとは。イエーイ、やっと見つけたインクリボン。これはセーブです。終了です。そして終了です。はい、お疲れ様でした。やっとセーブができます。あー、19番目。よし、OK。じゃあ今日はこの辺で終わりにいたしましょう。ここまでご視聴ありがとうございました。いや、なんとね、無事インクリボン見つかって終了でございます。ではまたね、次回、お会いいたしましょう。ありがとうございました。また見に来てください。じゃあねー。